もう大好きなことをずっとやり続けてきてるじゃないですか、うん、そういうのってすごいことだと思うんですよね。やりたくてもやれない現実があったりとかあると思うんですけど、そんなことないぜ、うん、やればいい、うんうん、やっぱそこで制限されるので、そんなに負けちゃダメだっていう感じですか。うんとね、うん、そうなんだよ、何かをやるためには、うん、ついでにやらなければいけないことっていうのがくっついてくるんだよな、世の中、ね、大人になると、はい、うん、子供の時はさ、はい、やりたいことがあります、はい、それやりたいことがあるためにはこれをやらなければいけないってくっついてくる、うん、で子供はさ、そのやらなければいけないことが克服できないんだよ、うん、だからやりたいことも我慢しなきゃいけないんだよ。それはしょうがないじゃん、うん、子供なんだもの、うん、だけど大人になってくると何が違うかっていうと、このやりたいことにくっついてくる、やらなければいけないことを克服できるパワーが大人になったら備わってきてさ、それを全部こう解決していくんだな、うん、そしてやりたいことをやるっていうところに到達できるんだ、うん、だから子供の頃から変わってないんだよ、やりたいことっていうのは多分、うん、でそれができるようになるのが大人だからさ、うん、だから例えばさ、10代の頃にできなかったからって言って諦めなくていいと思う。20歳になった、30歳になった、40歳になった時に、ああ、あの時できなかったこと今ならできるっていう大人になってるかもしれないじゃないか。だからもう一回でも何回でもチャレンジできると思うぜ、